グラスカ・ポーランド国際航空省で飛行する民間用のレッド L-410 ブップ ELET クノビツェはチェコの航空機メーカーである。最も成功した機体は L-410 ターボレッドで1000機以上が生産された。ヒーアスカ・ロディク社の国ビッツを拠点とする。1936年にドイツ機の修理工場として設立され、戦後は 東側の航空機メーカーとして練習機や輸送機のライセンス生産を行ってきた。1966年に開発された軽輸送機 L-410 シリーズは1100機ほど製作された。1998年にソ連崩壊で民営化され、アメリカの農業用飛行機メーカー IARS に買収されることになったが破談になり生産は停止された。 1936年に、出古田財閥の一部門として、国ビッツの工場で航空機の生産を始めた。第二次世界大戦前から大戦中は、修理工場としてのみ運用された。大戦後工場は国有化され、1950年から1953年に、かけて新工場が建設された。1957年から1967年に、 かけて、SPP として命名され1967年に LED の名称に戻された。工場では、ソビエト連邦からの機体のライセンス生産で、練習機である約 -11 や多目的機や LI-45、I-145 の生産を行った。1957年から L-200 モラバ系飛行機の開発を開始し、4年後に、 Z-37 マロック農業機を開発し、両機とも商業的に成功を収めた。末期には、L-29 ジェ練習機の生産も行った。長年にわたり LET は、ZLNZ22、Z124 グルアンカ、LF109 パイオニア、Z425 ソホッチ等のグライダーを生産した。 その中で最も多く生産された機種は L-13 ブラニックと L-23 スーパーブロニークと L-33 ソロである。1960年代に LED の技術者たちは19座席のターボプロップ機である L-410 を開発した。この機体は1100機以上生産され、後に近代化され、エアサと FAA の認証に適合した。 L410VPE20 と L420 等多くの派生機種が生産された。ソビエトの要請により、AN-24 を置き換える目的で開発中だったレッド L-610 試作機は1990年のパリ航空省で展示された。ソビエトの崩壊により量産は金融上の理由で中止され、2007年10月に唯一の飛行可能だった試作機は 使用を防ぐために工場内で破壊された。全金属製のグライダーである L-13 ブラニックは最も多く量産されたグライダーで1958年以来3000機以上が生産された。アメリカ合衆国の空軍士官学校でも TG-10 シリーズとして計21機が基礎訓練に使用された。2005年時点において今なお派生機種である L-23 スーパーブラニックが生産されている。ありがとうございます。